京子とセイヤのスパイスオブライフゴールド。お元気ですか、京子です。どうも、松本セイヤです。京子とセイヤのスパイスオブライフゴールド。さあ、今週はですね、はい、突然ではございますが、突然です。あの、実は今年8月にですね、うん、あのソロ活動30周年目に入った私京子が、でも30周年って言ってますけど、うん、その前にバービーボイスで8年があるんで。そうですよね、まあ、ソロ活動のですからね。どんだけ歌ってんだよお前って感じなんですけど、20日、もうね、私の当初の計画ではもうパッパッつってパッパッとお嫁に行ってですね、なんせ予定がですね、まあ、そうなんですよ、今も歌ってます。間もなく、はい、11月2日にですね、うん、事務所設立30周年を迎えるオフィスオーガスタのお話をしつつ、はい、うん、この30年を振り返る企画、オフィスオーガスタの30年、その第1弾をね、お送りしたいんですけれども、これは今後続いていくってことですね、第2弾、ダンサーなど、さすがにね、まあ、30年ですからね、なかなかで、ね、いろんなほら登場人物が、まあ、そうですよね、もう紀元前紀元後ぐらいの本当に楽しみやな。せいや君だから、え、松本せいや君、え、おいくつあられたの？僕だから31なので、うん、1992年って、だから僕は、2歳ですね2歳の時に、ふざけろ2歳の時に始まってますから。そうでございますの、だからまあちょっと僕からいろいろお話聞きたいなと。はい、はい、まあ、今回はその夜明け、うん、ドーンということで、記憶が怪しいところだらけではございますが、うん、1992年11月2日の設立当時のお話をじっくりしたいと思います。お楽しみに。はい、そしてお知らせでございます。その設立30周年を迎えるオフィスオーガスタでは、この1年間をミュージックバトンと銘打って、さまざまな形のライブを仕掛けていきます。そしてすでに発表されていますが、その第1弾として11月2日東京デュオミュージックエクスチェンジにて、京子×山崎まさよし×松室せいやによるコンサート3 of us が開催されます。はい、これからもね、さまざまなコンサートが企画される予定でございます。ぜひ楽しみにしていてください。いや、もうこれ一発目だから。そうなんですよ。いや、やっとかないと、かましとかないと。そう、次にね、もうね、タクヤたちとかさ、はい、みんなね、いろいろ、みんないろいろこう、うん、いやいや、こんなことやってやろうぜって言わやるじゃんいや、絶対やります。オーガスタキャンプの時にね、うん、ホップステップショッピングっていうので、はいはい、去年痛い目に遭ってるんで、私と山がグダグダやってたらねあの隙間と肌くんが完璧です。素晴らしいのをやっちゃったんで、うん、そういうことをやられないように。そうです、もう一発目がかましていきましょう。もうこの壁越えられないよっていうくらい面白いもんね。やりましょう。はい、それでは聞いてください。これはね、異例の出世っていうかね、はい、なんで松村がこんな早くプロデュース、福耳の曲をプロデュースするんだという、畑さんに散々言われました。そうです、みんな驚愕、羨ましがりました。ムロ君、紹介どうぞ。はい、福耳で It's All Right Mama。改めまして、京子です。どうも、松本せいやです。ということで、今週はオフィスオーガスタの30年。うえい、長いですよ、30年。すごい、本当にびっくりだわ。ということで、はい、まあ、その第1回夜明け、はい、うん、ダーンをお話したいんですけれども ね、 そ、 ね、まあ、そもそもですよね、はい、まずオフィスオーガスタは、うん、まあ、京子さんと、うん、まあ、現最高顧問の森川さんが、はい、まあ、作ったものっていうのはあるんですが、うん、最初では京子さんのいわゆる個人事務所みたいな。そうですね、あの、まあ、やはりバービーボーイズが解散してしまいですね、はいはい、まあ、私は実家からも帰ってきてお嫁に行けと言われておりまして、うん、もうそうかと思ってねおりましたら、うん、まあ、あの森川社長もですね、はい、まあ、そもそもバービーも森川社長もあのキティという会社にいまして、はいはい、うん、まあ、大帝国だったんですけど、うん、まあ、その時キティもいろいろなことがあり、うん、まあ、ジャイアンも、うん、あ、森川さんのことジャイアンってね、うん、呼んでますけど、ジャイアンもなかなか この会社ではもう無理だと、うん、半ばどうしようみたいな、うん、その時に、え、解散すんの、うん、俺と一緒に会社立ち上げようぜみたいな、うん、軽く言われたわけですよ。で、まあ、
同じ会社の中だったから情報が早くて、うん、先に声かけられました、かけられました。とりあえず、ああはいみたいな、やるかどうかも分かんないんで、ああはいみたいな、はい、でまあ実家に帰るとかいろいろ思ってるうちに、うん、意外に、うん、まああのいろんなところからオファーが、へえ、まあ、でもそれはそうですよね。そう、これがびっくりなんですけど、うん、なぜか家電にかかってきたの、いろんな事務所とかいろんなレコード会社から。へえ、だからその時の情報がね、だってやで、そう、個人のほら、うん、電話帳に載ってたわけじゃないですか。まあまあ、そうですね、そんな時代で、ね、うん、いろんなとこがかかってきて、うん、あれちょっと人気もんじゃん私とか思って、うんうんうん、どうしようかなーって思ってたら、あんまりにもすごすぎて、うん、ちょっと悩ん、はいはい、そしたら同じキティの、女性プロデューサーから、はい、京子ちゃんどこどこから頼まれてるんだけどどう、うん、って言って、私がちょっとこうももごもいたら、うん、ねえ、どっかにイエスって言っちゃったんじゃないって言われて、うん、あの身内だからいいと思って、うん、あの森川さんからあの話し合って、うん、イエスって言ったんですけどって言ったら、うん、ダメよ森川くんはって言って、何それ、彼は素晴らしいね、うん、RC とかもやってる、うん、ディレクターであるけども、うん、あなた、あの人会社なんか経営したことないんだからって言われて、まあ、うわそうだ、まずそうだよなと、ね、あら私今人気者なのに、 あらら、なんでイエスって言っちゃったんだろうと思って、で結構でわっていろいろ考えたんだけど、でもしまいにこういろんなとこからお話をいただきすぎて分かんなくなっちゃって、そうだ、私のまずの目標は、うん、ダメだったら嫁に行くことだから、まあ、初めにイエスって言っちゃったところに行けばいいかって思って、ね、あの当初の通り、うん、あのジャイアンに、うん、あのじゃあイエスですって言ってゴーしましょうっていうので、うん、まあ、大体その嫁行く作戦が前提にあって、そも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 まずそこやったから、それでなんかまあスタートしたから、森川さん、そして私、うん、で私のマネージャーの松本君、うん、あと菅原千穂、はい、今はね、うん、経理のトップで頑張ってますけど、うん、はいはい、でも彼女は、うん、もう経理だ、ファンクラブだ、電話だ、なんだ、全部大賀さんのデスクを一人でやってて、最初、うん、彼女もそもそも銀行に勤めていったのが、うん、テレビの制作会社にいて、うん、でジャイアンがなんか誰かいい人いませんかって探した時に紹介してもらって、はいはい、もうなんかおぼこい感じでさ、うん、ジャイアントがよく下ネタ言うわけよそれをさ、もう真っ赤な顔してなんかもじもじもで、スガチに後で聞いた、あ、スガチンって呼んでるんですけど、はいはいはい、スガチンに後で聞いたら、はあ、これが業界なんだって思ったもう耐えるしかないと、はあ、か、まあ、ジャイアンの下ネタはね、おっぱいがとかね、はいはいはい、あの小学生並みの小学生並みのことなんですけども、で、まあ、そんなところから、ね、そこから始まって、はい、で設立前日に、はい、京子さんの初のソロアルバムがリリースされた、ネイキッドアイズ。そうですね、これタイミングはどういう決まりがあったの？こういう、わかんないもうね、30年前のことですから、これを決めたのに、もう全部ジャイアントスガチンだから。あ、そうなんや、はい、私はもう多分レコーディングでもわーってなってて、いっぱいいっぱいで、これはね、2人を呼んで聞きたいですね。これオーガスタっていう名前になったのはどういう、これはね、はい、確かにジャイアンも8月、うん、私も8月、そうですよね、で、あの葉月ちゃんって言うじゃないですか、8月生まれの女の子、葉月だから葉月ちゃんとかっていう名前があるように、うん、あの8月生まれの女の子をオーガスタちゃんって、オーガスタっていうのはあの名前の継承でもあって、 あるんですね、うん、名前の呼び方でもあるのでオーガスタにいたしました。あ、そうになって、まあ、別にこれもジャイアンが決めてよって、あ、もう決まってたんですね、はい、はい、で、まあ、こうやってジャイアンって呼んでるのも、うんうん、そのまあ、キティの方がおっしゃったように、うん、経営なんかしたことないですから全く社長って呼ぶなと、うん、恥ずかしいと、あ、ちょっと照れが森田さんの中で、そうだから、あの菅原がうーんって考えて、うん、そのちょっとおっぱいがさとかっていうこいつうんと思って、うん、あのジャイアンっていうね、はい、ああいうキャラクターに重ねて、なるほど、でジャイアンさんとかジャイアンって呼び始めたので、ずっとずっと、うん、5、6、なんかね、ずっとジャイアンでしたよ。なんかやっと社長ってのはいつからかね、なんかやっと、まあまあ、でもそれはそうですよね、うん、呼べるようになりましたね。まあ、でもその時に、はい、この今のこのオフィスオーガスタの、うん、
形になるっていうのは想像もしてなかったと思います。そうね、だって事務所もジャイアのお父様の、うん、がお医者様なんだけど、うん、化粧品のね研究なさってた、うんうんうん、研究所の一部屋8畳ぐらいのとこ曲がりしてたから、へえ、そう、全くね。でそこでまあ打ち合わせとかもみんな集まってやってっていう、あ、もう全部、まあ4人しかいないんで、あ、そうですね、そもそもね、うん、あの一番場所取ってなんかコピー機だったコピー機大きいですからね、コピー機でそこからあのアーティストが入ってくるというとこ話にちょっと次移っていくんですが、はい、まずその前にじゃあ1曲、はい、はいはい、そうですね、あの私のファーストアルバムの中から、まあ、ソロデビュー曲でございます京子でディスタンシア、この胸の約束。聞いていただきましたのは京子ディスタンシア、この胸の約束でした。まあそういうことで、うん、その設立のタイミングの話がありましたが、はい、うん、まあそこからまあね、まあ、新しいアーティストをやるっていうことになっていくわけじゃないですか、うん、はいはい、それの時って覚えてます？っていうかね、新しいアーティストをやろうっていうか、あのまあ92年に11月に、はい、まあでソロデビューしたじゃないですか、はいはいはい、でその年の忘年会が12月の20日ぐらいにあったの。あ、その年の忘年会、はい、その年の忘年会、はいはいはい、じゃあこれから頑張りましょう、はい、したらなんかこう無口な男の子が連れられてきたわけよはい、はい、それ誰が連れてきたんですか？ホカリ太郎っていうね、はいはい、あの今はオーガストは辞めましたけども、うんうんうん、まあ、でっかいよ、はい、彼もキティレコードにいたわけ、うん、でそこのキティでちょっとあの RC の曲をちょっとカバーした男の子がいると、うん、なかなかすごいやつだ、うん、連れてきてって、うん、で、まあ無口な子だなと思ってそれが山崎正義君で、で山さんだからその時まあ20代前半とかですよね。そう、うん、そうそうそう、うん、でそこでなんかホカリ太郎にジャイアンが、うんうん、もうこいつを連れて、うん、やっぱりジャイアンも音を聞いてすごいと思ったらしくて、うんうん、お前こいつを連れて、うん、あのオーガスタに来いと、うん、オーガスタがまだどうなるか全く分かんないの、うん、だってその年の忘年会ですもんね。そう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 、まだできて1ヶ月2ヶ月のそうそうそう、でやめて来い、うん、と言った時に、うん、そのホカリ太郎がちょっとこうどうしようって思った時に、うん、あの今では幻冬舎の素晴らしい健丈徹様に相談したらしいんですよ、はいはい、うん、そらホカリ、うん、地上の肥えた豚か、うん、頂上の凍えた狼になるか、うん、お前で決めろって言って、でまあ健丈さんもいろいろ独立とかなさって今大成功してるわけで、はいはい、でそのまあ例えばちょっと悪いですけれども、はい、キティという安泰した会社の、うんうんうん、にいるよりは、うんうん、頂上の凍えた狼になれと、うん、貢献して言われて大川さんに来ちゃった。へー、で山は前ゲストに来た時にも言ってましたけど、はいはい、別に大川さんに行こうなんて全く思ってなくて、はい、気がついたら入れられてたっていう、まあ、連れられて来たと、連れられて入れられちゃったっていう。ちょっとじゃあそっからの詳しい話はまた次第2弾、そうですね、いつになるのか分かんないです。まあでも今年1年はね、ここから1年間はもう30周年祝っていこうということなんで、また詳しく聞きたいな。もうムロ君が入ってくるまで長い、いやもちろんそこまでが長いですよね、紀元前長い長い楽しみでございますが、じゃあその、今話に出た山さんのデビュー曲ですね、はい、95年、そうだね、うん、聞いていただきましょう。山崎まさよし、月明かりに照らされて。京子とせいやのスパイスオブライフゴールド、まあ、今日本当にいろいろ思い出をあの掘り起こそうと思ってちょっと探っていたら、あ、そう、このポラロイドが、わーすごい、山崎まさよし君と、貴重な、これはでも山もちょっとデビューしたかなくらいなんですけども、あのオーガスタがちょっと広くなった場所で2人で写真を撮った。あ、だからね、そうだ、 CD 持ってるわ、山がホームを持っている写真が、はい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 、すごい、もうね、あ、山も可愛かったね、山ね。いや、男、めちゃくちゃ男前ですよ ね、うん、なんか顎とんがってて、その左上にバツしてるのは何なんですか？これね、はい、何枚かすごい撮って、はい、これ不採用っていう、あ、何からの不採用があったんで、ええ、でなんかジャイアンと3人で撮った、うわー、すごいな、丸坊主のおじさんがジャイアンですね。あ、これは貴重な写真や、ね、こんな写真とかもございましたわ。だからまだまだ、はい、だってこれ第1回はだってその、設立した年の忘年会までしか行ってないですからねまだこれどんどんまたじゃあ続き、そうです、ね、第2弾第3弾楽しみにしてください、はい、さあ来週はなんと、何で
ですか。ルパン三世でもおなじみの、はい、大野雄二先生がすごい降臨いたします。すごい、お楽しみに、はい、それではまた来週。京子でした。松本瀬也でした。バイバイ。